彼女と彼女が喧嘩して昨日は修羅場だったんだよね。DJ やってるんだ。よかったら遊びに来てね。チームワークのために同室で暮らすなんて。みんなの足を引っ張らないようにしないと。バトルに勝利するには属性を意識することも大切だ。敵の属性を見極めて優位になる属性でチームを編成してみるのも戦略のうちだな。敵のゲージが溜まっていると強力な攻撃や厄介な攻撃を仕掛けてくるから注意しろ。攻撃の前にヒーローの行動不能、回復、防御などのスキルで対処すれば優位に立つことができるぞ。行くぞ。了解。リズムに乗って行くぞ。しびれさせるぜ。ああ、気を抜くな。
OK。 行くぞ。はいはいっと。やってやる。やらなきゃ。受けてみよう。わかった。ああ。わかった。乗ってきたね。あ、アンコール！たまになら頑張るのも悪くないかもね。態度は見られたものではないが、訓練はしているようだな。どうも。別にあんたに褒めてもらおうとは思ってないけどね。結局入所式に出なかったものの、控室でダラダラ過ごして、初めて家出した子供みたいなことやってるな。まあ今から式典に出ても遅いだろうし、いい加減ここを離れって。あ、ごめん。何かよ。音楽聞いてたから聞こえなかった。いえ用があるわけじゃ。ああ、俺邪魔だった？邪魔だなんてそんな。むしろ邪魔なのは僕の方で、すみません。俺はもう行くところだし、ここにいたいならいなよ。君もサボり？っていうか先輩ですか？よく見ると年上っぽい気がしてきた。いや、僕もルーキーだから。確かにまあ年上だとは思うけど。ごめんなさい。なんで謝るの？っていうか本当に行こうとしてたところだし、俺はもう退散します。そんじゃまたどこかで会ったらよろしく。あ、年上だって気づいて敬遠されちゃったかな。やっぱり僕なんか浮いてるよね。会場にいるのも息苦しくなって逃げてきちゃったけど、こんなんじゃ先が思いやられる。おい、そこのお前。てめえだよ、そこでブツブツ独り言言ってるやつ。へえ、ここでサボってるやつがいるって報告があったんだが、お前だったのか。大事な式典を堂々とバックレるような度胸があるとはな、グレイ。いや、ギークリバース。いいのか、せっかくトライアウトに受かったっつうのに、それを棒に振るような真似をして。まあそんなだから落ちまくってたのか。だったらうなずけるよな。何度目だったか。ああ、ストレートで受かった俺が11期生だから3度目か。まさに3度目の正直ってやつかよ。あの、僕会場に戻ります。待てよ、俺が見逃すと思ってんのか。サボってるルーキーを見つけたら先輩として教育してやるべきだろう。しかも自分のチームのルーキーとなりゃ放っておけるわけがねえ。言っておくが、
エリオスに入れたからってホッとしてんじゃねえぞ。アカデミーよりずっときつい訓練が待ってるんだからな。他のチームはどうだか知らねえが、俺のチームになったからには半端な真似は絶対に許さねえ。てめえが泣こうがくたばろうが知ったこっちゃねえしな。これからたっぷりいたぶってやるから楽しみにしてろよ。そこの二人何をしているんです？まだ式典の最中ですが何かありましたか？邪魔が入った。まあいい、どうせ明日から嫌でも顔を合わせることになるんだ。楽しみにしてろよ、ギーク。おや、戻るんですか？特に問題はねえ。舐め腐った態度の新人がいたから気合い入れてやってただけだよ。気合、体育会系の思考は私には理解できませんが、ルーキーたちは丁重に扱うべきですよ、アッシュ。彼らは皆エリオスのホープ、新たな可能性を秘めた貴重な存在なのですから。知るかよ。やれやれ、彼もこのエリオスの一員、あなたたちと同じく貴重な存在であることに違いはないのですが、おや、顔が真っ青ですね。具合が悪いんでしょうか？休んだ方が良ければタワーまでお送りしますよ。いえ大丈夫です、すみません。マッドネスミスト、霧の属性を持つサブスタンスを得得したルーキーですね。名前はグレイリバースでしたか？え、僕のことを知って？ルーキーの名前と適用したサブスタンスは一通り記憶しています。メンターであるという以前にサブスタンスを研究する身として当然のことですよ。名乗り遅れましたが、私はビクター・バレンタイン、所属はノースセクターです。あ、どうも、僕はグレイ・リバースです。よろしくお願いします。差し支えなければ一緒に会場へ戻りましょうか？はい。優しい人だな、穏やかそうだし、こんな僕のことを知っててくれたなんて。よかった、こういう人もいるんだ。少しだけ希望が持てたかも。彼女と彼女が喧嘩して昨日は修羅場だったんだよね。